立ち引きましたね。なんといってもララポートがありますね。他にもアリーナだったり立ち引きビーチっていうのがありますね。行ってみます。こっちがララポートですね。直通になってるんですね。直結になってそのまますぐ行けます。アリーナ、これですね。いろいろやってるみたいっすね。こっちがドームで、こっちがアリーナですね。いろいろ行われてるみたいですね。なんといっても B リーグのアルバルク東京のホームスタジアムなんですけど、立川ダイスっていう3人制のバスケもやってるみたいですね。他にもいろいろやってます。フットサルだったり、まあ今はシーズンオフなんでやってないですが、シーズン明けたらまた試合見に行きたいと思いますね。今この時間はちょうど空きの時間だから、もしかしたら空いてないかもしれないですが、立ち火ビーチっていうビーチ気分を味わえるスペースがあるんですね。バーベキューとかもできるそうですね。なんか西海岸の雰囲気を味わえますね。ああ、立ち火ビーチカップっていうのもあるんですね。入るのはなんか有料っぽいですが、今度また来たいと思いますね。一味先に夏気分を味わえましたね。何もしてないですけど、ちょっとララポートの方も見に行きます。ララポートのところにフットサルのコートがあったり、でその奥が映画館ですね。東宝シネマズがあったりしますね。アリーナもそうですし、立ち火ビーチもララポートも、これ玉物レールの周辺に全部位置してるんで、まあ、ちょっと寄っても無駄な時間費やさずにいろいろ楽しめるんでいいですね。ちびっこがフットサルですかね、サッカーやってますね。どっちだろう。ニーファーフットボールパーク。ここ映画館ですね。立川にも2館映画館あるんですけど、ここにもあるんですね。まあでも私は立川の方行きますかね。いよいよララポートに入りますかね。ララポート、あ、ここの床なんかちょっとふわふわしてる。いやー、のどかっすね。のどかっていいですね。
っと入りますかね。あ、でもこっちの方登るのもいいかもしれないですね。エスカレーター登るとおしゃれなカフェがあって広場がありますね。こっちにも遊べるところ、まあ、子供用のがありますね。日向ぼっこ気持ちいいですね。ちょっと眩しいですね。もう一段上に登ってみますかね。さっきんとこっすね。いよいよ入りましょう。まあまあこっから入る人いないと思いますが、サーティワンがあってフードコートがありますね。フードコートがあって楽器屋さんがあって、まあいろいろありますね。ウィーゴー安いですね。ビレバンがあるんですね。ビレッジヴァンガード結構好きですね。こういった店舗私欲しいですね。あ、ワークマンプラスですね。ワークマンの新しいブランド、結構カジュアルめで機能性があって安いっていう、以前のワークマンとはまた全く違ったテイストのブランドですね。アパレル業界で今ちょっと注目を浴びているワークマンプラスですが、ガウンとかパンツとかも1900円で、ただ安いだけじゃなくて機能性もあって、そしておしゃれと。もう3階だけでもこんだけあるんですね。こうララポート内だけでも、もうかなり時間潰せていろんな店があるんで、ララポート以外にも立ち日ビーチだったり立ち日駅周辺いろんな施設あるんで、もう立ち日だけで1日潰せるような感じですね。3階にもフードコートやいろいろ食べるものあったんですが、 1階もレストランがたくさんありますね。外にもあるんですけどね。眩しい西日やですね。アイス買いましたね。すごいのどかですけど充実した一日を過ごせると思うんでおすすめですね。立川もすぐ近くなんで、まあ、立川帰り寄ろうかなと思います。では。